北海道中央バスは札幌市郊外と札幌駅などの中心部を結ぶ便を平日ダイヤでおよそ1200便運行しています。12月のダイヤ改正ではこのうち2割にあたるおよそ280便について郊外から近い地下鉄駅までの運行に短縮する計画です。清田区の清田団地と札幌駅前を結ぶ便は地下鉄福住駅まで、北区愛の里地区と札幌ターミナルを結ぶ便は地下鉄麻布駅までなどに短縮されます。乗り換えるとか何とかしなきゃならなくなるし、ね、今までターミナル来たのが向こう行ってしまうからね、大変だと思います。エスカレーターとかエレベーターあればいいけど、そうでなかったら結構きついですよ、本当失ったら。北海道中央バスは4年前1300人いた乗務員が現在200人減って1100人となり、人手不足が深刻です。ダイヤ改正で渋滞が多い中心部への乗り入れをやめることで運転手の乗務時間を短くすることができ、公共交通手段がバスのみの郊外路線を維持したいとしています。